久留米市の原口慎吾市長が今日会見し、大規模水害に備え、九州自動車道久留米広川間にスマートインターチェンジの新設を目指す考えを示しました。浸水等のリスクがある久留米インターチェンジとは別に、新たなインターチェンジが必要だと考えております。久留米市ではここ数年、大雨時に内水氾濫が起こり、久留米インターチェンジ周辺が冠水する被害が出ています。原口市長は今日の会見で、大規模水害発生時でも安定した物流や人流を確保できるよう、九州道久留米広川間の水害リスクがない場所へスマートインターチェンジの新設を国に要望する考えを示しました。具体的な設置場所や時期については国と協議して決めるとした上で、市としてはできるだけ早い時期に実現できるよう、今月中にも原口市長が上京すると明らかにしました。合わせて24時間物流や人流を止めないことで経済効果も期待できるとしています。